どうも、ベンチの後ろでマンチェスターシティの試合見てるコンパにファンに馴染みすぎてる。でおなじみ、レオザフトボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。トークザフットボールなんですが、今日はですね、企画に入る前に、このニュースを紹介させていただこうと思います。こちら、サッカー日本代表ブラジルベルギーと強化試合へというわけで、まあ、11月にアウェーと言いますか、ヨーロッパでですね、ブラジルとベルギー、このね、2つの強豪チームと、親善試合が予定されているということで、一応今のところの予定によりますと、ブラジル戦は11月10日、そしてベルギー戦は11月14日になるそうです。ちなみに今のブラジル代表、むちゃくちゃ強いんですね。その強さ、もうね、南米予選の、結果を見ればわかります。ただいまブラジルですね、1位なんですけれども、勝ち点が2位のウルグアイと10ポイント差の、37点取っておりまして、2位のウルグアイが得失点差が10点なんですけれども、ブラジルは27点っていう、まあ化け物的なですね、まあもう破壊力を要しているチームでして、このブラジル、どんな攻撃的なチームを作ってるんだっていうふうに思う方多いと思うんですが、実は今のブラジルですね、決してそういったですね、派手なタレントを集めてるといった、そういったチームではないんですね。なので、今ブラジルがどういったチームかをまず説明したいと思います。こちらをご覧ください。はい、ただいまのブラジル代表のスタメンですね。一応直近の試合ですと、アンカーのところカゼミロじゃなくて、フェルナンジーニョが入っていまして、そして左サイドバックマルセロもね、怪我しておりますので、今招集されているのはフィリペ・ルイスと、そしてユベントスのアレックス・サンドロになります。ただベストメンバーだとおそらくこういった布陣になるだろうなっていうふうに思いまして、このフォーメーションズを作らせていただきました。というわけで、今日タイトルにもあった通り、このブラジル代表とどのように我が日本代表は戦えばいいのか、これをですね、こういうフォーメーションなら強いんじゃないぐらいじゃなくて、ブラジルがこういう作戦を取ってくるから日本代表はじゃあこういった作戦を取らなきゃいけないみたいな、しっかりとブラジル代表をですね、南米予選とかを見て僕がスカウティングした上で、日本代表がどういった戦い方をすればいいのかっていうのを今回話させていただきたいと思います。というわけで、僕が考えた日本代表のスタメン、こちらです。はい、そんなにメンバーはですね、今の日本代表と変わっていません。まあ、強いて言えば右のウイングの選手が武藤になっておりまして、その辺ですかね。あとは、中盤の並びが 4-1-2-3 っていうより、3枚が中央にフラットに並んでる形にしました。これ一応こだわりと言いますか、理由がありますので、ちゃんと追って説明させていただきたいと思います。まず、ブラジル代表ですね。この代表の強み。まあ、ネイマールは当然個人技すごいんですけれども、僕が思うのはやっぱりこの中盤の3枚、レナト・アウグスト、カゼミロ、パウリーノ、このですね、一見地味に見える3枚なんですけれども、ボールを奪う能力だったり、守備の時の当たりの強さ、その硬さですね。その辺がまあ尋常じゃないので、この3枚、ここのフィルターがしっかりしているからですね、前線の選手もまあ攻撃にしっかり参加できますし、サイドバックも上がっていけるっていう、この中盤がですね、守備面ですごく担保になっています。なので、ブラジルの試合を見ていると、圧倒的に試合して攻めまくるっていうよりも、相手に結構ボールを持たせまして、その状況からカゼミロ、レナト・アウグスト、パウリーニョ、この辺が奪ってカウンターでネイマールとかジェズス・ウィリアンが仕留めるっていう形結構多いです。なのでその辺を考えて、日本代表もそういったチームのね、ブラジルの構造を考えて作戦を立てなければいけません。なのでですね、やっぱりブラジル代表と戦う場合、いくらボールをですね、もう支配しまくるっていうチームじゃないっていう風にブラジルが言いましても、日本代表がボールを持ち続ける時間っていうのはあまり多くないと思うんですね。それにこのブラジル代表でしたら、ボールを持たせた方がもしかしたらいい可能性もあります。そう考えると守備面を考えなくてはいけません。守備面でですね、僕は3段階の守備を用意するべきだと思います。相手のゴールキックの場面ですね、相手の低い位置から始まる攻撃の場面、また自分たちの攻撃が高い位置で終わった時の切り替えの場面、まあ相手のゴールに近い位置からの守備ですね。そういった時にどういった守備をすればいいか、今から説明させていただきます。はい、まずこちらご覧ください。ゴールキックからの場面ですね。ブラジル代表、一つですね、弱点がありまして、前線の空中戦の弱さですね。ジェズス、ちょこちょこ動き回ってですね、ゴール前でフリーになろうとするタイプなんですが、単純な空中戦の強さはありません。ということは、ロングボールをですね、蹴らせた方が有効になるということで、前からプレスをかけていくのが非常にいいと思います。また前からプレスをかけた場合にですね、この中盤の選手、まあ、レナト・アグスト、カゼミロ、パウリーノ、まあ、ブラジル人なんでうまいことには変わりないんですが、プレスに対して決してですね、すごく強いっていうわけではありませんので、その辺で前からプレスをかけることによって、ボールを奪える可能性が高くなります。なのでここエデルソンが
がね右足で一応持ってるっていう手にしていまして、まあ武藤がですねこうチアゴシルバへのコースは切って、このマルセロの方にボールを出させないようなコースの切り方を、するべきだと思います。そうすることによって逆サイドを捨ててボールがですねこう回るサイドに対してこう全員ね人がついてるっていう形でジズスが裏に抜けるところのね担保してちゃんとセンターバック2枚こう残ってるって形で1人がタイトについて1人が裏をケアするっていうそういう形が、この高い位置からの守備はすごくいいと思います。こういったところねちゃんと段階的にプレスをかけたり利き足の方で、ボールを蹴れないようにしたりとかそういったねほんと守備面でも細かいテクニックは必要になるんですがこのブラジル相手にですね非常に有効な作戦だと思います。ここでちょっと怖いのが長友とウィリアンのここの空中戦の勝負ですね。本来だったらこの長友のところに吉田豊だったりですとか、車屋が今回のですねニュージーランド配置との試合呼ばれましたのでどのくらいできるかによって、もともとねセンターバックやってた選手なんで空中戦もある程度強いと思いますし、その辺でここにもしかしたらですね空中戦強い選手を入れた方がこの作戦を遂行するにはいいかもしれません。ただ長友のね1対1の強さだったりですとか経験値オーバーラップからの攻撃への貢献度っていうことを考えますと作戦だけでですね長友を外すわけにはいかないというふうに僕は思いましたので、その辺は長友自身がウィリアンとのマッチアップどのぐらい頑張れるかっていうところにかかっていると思います。そして第2段階ボールがセンターラインを超えた、位置での守備ですね。ここは相手がですね、まあ、高い位置にボールを運んできて、ブラジル代表なんか両サイドバックが攻撃的に振る舞います。なのでこういった形になるんですけど日本代表お分かりでしょうか、 4-4-2 の形になっていますね。これが今回のシステムの僕の狙いでして 4-4-2 にすることによってですね、守備の、このね、スライド組織がですね明確になります。この 4-4-2 できちんとスライドしてちゃんとですねボールがあるサイドのスペースをきちんと塞いでしまう、きちんとですねここのスペースをこうねあまり使わせないことによってブラジル代表の中盤でのパスワークを使わせない、これがですね非常に重要で、エクアドルとかもこれをできていた時間帯は無失点に抑えていましたので、ここでですねサイドでネイマールにどれだけ食らいついていけるか、人を使いすぎないでいけるかっていうのが大事になりますので、そこでやっぱりここのホタルが生きてくるんですね。ホタルの右って思うかもしれませんが、サイドの守備はちゃんと食らいついていってですね引き離されなかったりですとか中にパスを出されない、そういったですね敏捷性が大事になってきますので、その辺ホタルは日本で一番ですねその食らいつく力、ボールを奪う力はあります。なんでネイマールがですねこの中に入ってくるときに食らいついてボールを奪ったりですとか、サイドにボールが出たときに一気に寄せていってですね、このマークについて中に入らせないとか、そういったですねその瞬間瞬間の判断が中央よりもサイドに置いた方が守備面では思い切りよくできますね。中央に置いた場合ホタルの出足の良さのせいでですね逆にスペースを空けてしまうっていうことがありますので、サイドでホタルの出足の良さ、守備の良さを使って空いたスペースをきちんと長谷部がカバーすると。なんでこういったところの連携で酒井宏樹、山口ホタル、長谷部のこの3人でですねネイマールの中への侵入をきちんと塞いでいくっていうのが大事だと思います。そして最終ゾーンでの守備ですね。まあ今言ってたように両サイドからのクロスに対して、例えば前のブラジルと戦ったザックジャパンの頃とかは吉田の背後に走る選手を今度が見れていなかったり、あとですねポストプレーでフォワードのあの時はフレジだったかな、ポストプレーうまくいったところでネイマールがミドルシュートを叩き込んだシーンがありました。ああいったところで気になるのはやっぱりですねそのクロスを上げる選手への寄せの遅さだったり、ボールをですね狭いゾーンで扱う選手への寄せの遅さ、つまりですねハリル監督が言うデュエルっていうところなんですね。こういったところがきちんとできていないと、いくらですねこういう風に布陣をしっかり固めてもですねほんと小さいスペースでこのクラック名選手って呼ばれる選手たちは仕事をしますので、その辺でハリル監督が J リーガーをこう集めてもう長い説教したとかいう話とかありましたけれども、それは本当に必要なことだと思います。当時から考えて吉田選手とかそういったところ確実に成長していますし、酒井宏樹選手も、フランスに行ってそこ成長しました。そして選んでるメンバーも、当時のですね香川だったりですとか遠藤とかそういった選手たちよりテクニックはないかもしれませんが、寄せの面での守備の粘り強さだったりボールを奪う力ありますので、ブラジル代表と戦うこういった状況ですと、こういった選手選考っていうのは理にかなっていると思います。そしてこのブラジルの高い位置からの攻撃を防いでボールを奪った場合、ここからですね日本代表がどう戦うのか、この両サイドのスペースですね、アウベスが上がっているスペース、そしてこのマルセロが上がっているスペース、特にこっちなんか狙い目だと思いますので、ここで 4-4-2 が生きてきます。本来だったら 4-5-1 でもう一人ディフェンスに戻したいところなんですが、そうすると奪ったところから大迫のポストプレー、オーストラリア相手には守れたっていうかボールをきちんとキープできましたが、チアゴシウバとマルキーニョス相手だとかなり厳しくなると思いますので、ここでやっぱり 4-4-2 にしたことによってもう一枚いますね、武藤。この武藤がですね今好調ですし、この時にねこのブラジルの時に
怪我してなければいいですけれども、サイドにドンとボールを、送り込んでここから勝負してもらうっていうのが一番ですね、今の日本人の中でできるのは武藤かなっていうふうに思います。現にアギーレジャパンの頃とかは右から切り込んでドリブルからのシュートとかありましたから、そういったところで僕は浅野スピードありますけれども武藤の方がここで生きると思いますし、また状況によってはアウベスの裏のスペースを乾が作っていう形もあると思いますので、このですね 4-4-2 と 4-3-3 の可変っていうのはこのブラジル代表の弱点を突く上で、大阪のポストプレーだけではなくこの両サイドのねスペースを突く上ですごくいい布陣だと思います。そしてもう一つ、ブラジルを押し込んだ場合ですね、何度か絶対こういうチャンスあるんで、ここでの約束ごと非常に大事なことがあります。それどういったところかと言いますと、まずですねカウンターをずっと狙うネイマール、このネイマール戻る時と戻らないでこのサイドバック裏を狙ってこの辺にいる時がありますので、こういった時にちゃんとですね吉田がネイマールのことをカウンターに備えて見ていられるかどうなのか、ここでですねネイマールに前を向かせたら終わりですので、ブラジルボールになった時に酒井宏樹とかが上がっているとネイマールは確実にこのスペース狙ってきますので、ここにボールが渡る時にきちんとですねネイマールについていけるか、またネイマールが裏を狙う時にちゃんとですね距離を取ってここのラインコントロールをミスらないでですね、ちゃんと、後ろにね戻ってちゃんとネイマールに対処できるようなポジショニングをできてるか、この辺がですねすごく大事だと思います。そしてもう一つですね、これはもう完全に攻めの時の話でして、ここでですね、勝負のポイントはやっぱり大阪の動きにどれだけ日本代表の選手が合わせられるか、大阪がこういうふうに、このね相手を、こう撹乱する動きをして真ん中のスペースが空いたのにそこを使う選手がいないっていうのが日本代表の今の問題点なんですね。この大阪が空けたスペースに対してですね、乾が飛び込んでもいいですし武藤が飛び込んでもいいですし、乾武藤が飛び込んだことによってですねブラジル代表マルセロだったりダニアウベスがこうカバーするために絞ってきますね。その大外のスペースに、まあ前にですねこの選手が上がっていってヘディング決めたシーンありましたけれども、そういった形で井出口が上がっていってもいいかもしれません。こういった形でちゃんと大阪が空けたスペースを次の選手がどんどん連動して飛び込んでいって使えるかどうか、非常に大事なポイントとなります。ただその際にちゃんとカウンターのこともねちゃんと気をつけて、山口蛍だったりとか長谷部だったりこういった選手たちがカウンターの起点になる選手をちゃんと潰せるポジションを取っておく。ただそこで潰せなくても次にですね、ネイマールとかが飛び出すところにボールが出てきたとしたら、吉田がそこを抑えるっていう、ちゃんとですね攻撃と守備を、まあ、分断した考え方をしない、ちゃんとつながってるっていう考え方をして、戦っていかないとブラジル代表には勝てませんし、それをですねきちんと90分通して遂行できればブラジル代表に勝つチャンス全然あると思います。こんな感じでいかがだったでしょうか。皆さんが思うブラジルとの戦い方、よかったら、コメントくだされば嬉しいです。レオザフットボールでした。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とかレオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ